佐藤洋子は日本人、バイオリニスト、声楽家、エッセイスト、福島県福島市出身。3歳よりバイオリンを始める。1958年に来日中のレオニード・コーガンに才能を認められ、翌年よりソ連政府の旧非留学生としてモスクワ音楽院附属学校に進学、コーガンに指示。 1962年にキリル・コンドラシンの式によりモスクワデビューを果たし、1966年にはチャイコフスキー国際コンクール第3位を受賞。同年9月よりモスクワ音楽院に進学。1969年にロンティボー国際コンクール第3位。1971年にモスクワ音楽院を主席で卒業した後、フランスに留学して、 翌1972年より、ヨゼフ・シゲティの門を叩く、パガニーニ国際コンクールで第2位入賞。聖学をマリア・カラスに支持し、ソプラノ歌手として、ジュゼッペ・ディ・ステファーノ・ラと共演。1975年に、ルーマニアのブカレスト国立歌劇場から、蝶々夫人でデビューし、絶賛を浴びる。1976年に帰国し、 アーティストとしての演奏活動の傍ら、エッセイの執筆やミュージカル歌手として、タレント活動も続けた。非生活では、パリで知り合った、外務官僚、岡本幸夫と大恋愛の末に24歳で、結婚するも、池田正ローマで、運命的な出会いをし、1979年に離婚。同年池田と共同で、個人事務所、M、M&Y 事務所有限会社を設立。 池田の撮影モデルを務めるなどもし、しばしば芸能界でもおしどり夫婦として話題になったが、池田側の事情によって、両者が正式の夫婦になったことは一度もなかった。池田が死去する前後の一時期は演奏活動が停滞したが、近年では、レクチャーコンサートや、事前演奏会、ワークショップにおける青少年の指導に力を注いでいる。ありがとうございます。